和太郎は5月に何を話したかったのか。和太郎が5月に話したかったこととは何なのでしょうか。ここで推察できるのは、レーナとして現れたのが5月だった気がついた。または単純に勉強や進路の話、一花の時のように四つ葉についての話を5月にするなどが考えられると思いますが、ここでは四つ葉の話をしたかったと推測します。和太郎自身も四つ葉について考えを巡らせているところがあると思いますが、5月は唯一学園祭で和太郎にキスしていませんし、相談しても問題ないと考えていると思います。前校でも考察しましたが、5月は四つ葉と2のの思いを聞いた後、心情は下記のようになるのではないでしょうか。5月が和太郎への恋愛感情を認識する。和太郎が5月に四つ葉に関することを話す。5月が四つ葉への嫉妬心、和太郎への恋愛感情を抑えられなくなる。2のの四つ葉への思い。昔から2のは自分より先を四つ葉が行っているように感じていました。昔の姿で2のは悲しいような表情をしています。2のは四つ葉が羨ましくもあり嫌いだと言います。それまで5人姉妹で仲良くやってきたのに、四つ葉は一人先に行ってしまって5人の姉妹の関係を壊していったと言います。それを聞いて四つ葉は自分勝手だったと2のに謝りますが、和太郎との付き合いは認めてほしいと頼みます。2のはなぜ自分が認めなければいけないと言いますが、その時教室の前の方の机が動きガタッと音がします。2人は驚きますが、ネズミの鳴き声がしてネズミがいるのかと納得したようです。くれる5月と和太郎、その時風太郎と5月は2人に見つからないように教室の中で隠れていました。ネズミの声真似をしていたのでした。机を動かしてしまったのは教室から出ようと試みた結果のようです。机を動かしてしまい、さらに隠れようとする和太郎ですが、5月に近づきすぎて5月は近づかないように言います。5月はこんな密着している状況を2人には見せられないと顔を赤らめます。和太郎は5月からスマホを借りようとポケットに手を伸ばします。しかし5月は勘違いして暴れます。和太郎はスマホから2人に連絡して教室の外へ連れ出そうという作戦を考えていました。5月もいいアイデアだと一瞬思いますが、思いとどまります。教室が暗いためスマホの画面の明かりでバレてしまう可能性があると言います。和太郎もその意見に納得し、2人が教室を出るまで待つことにします。2のの思い。2のは四つ葉に自分の思いを話し始めます。2のは四つ葉がいつも一人で先に行ってしまうことを不満に思っていたようです。五つ子は対等であるべきなのに、四つ葉はいつも五つ子の関係を壊していくと。これに対して四つ葉は、私は和太郎を好きなのと同じくらい皆が好きと伝えます。2のは五つ子の呪縛から逃れられる四つ葉に羨ましいと言います。そして今は和太郎のことを諦めるが、いつもあんたたちのことを見てる。チャンスがあったらいつでも奪い取ってやると四つ葉に宣言します。2のは自分の気持ちに一区切りをつけ、四つ葉の背中を押すのでした。5月は下田との会話を思い出し、これが嫉妬だとしたら自分は悪い子だと考えます。四つ葉が本心を語る。2のが教室を出ようとしますが、四つ葉が引き止めますが、2のは勝手に付き合えばいいと言います。四つ葉はこれは2人だけの問題ではなく、他の4人が和太郎と過ごした日々を無視できないと言います。2人が付き合うことを認めてほしいと四つ葉は思っているが、それは今すぐに認めてくれなくてもいいと思っていました。時間がかかっても自分が誰よりも和太郎が好きという思いを見ていてほしいと言います。2のは今四つ葉に何を言われても納得できないと言いますが、四つ葉は姉妹の皆が好きだからと答えます。2のは今まで四つ葉に置いていかれていると思っていましたが、ライバルと思ってくれているの聞きます。四つ葉はそれを当たり前で、それでずっと生きてきたと言います。それを聞いて2のも和太郎への気持ちが止まっておらず、まだ終わってないと言います。
見守ってはいるが、四つ葉が隙を見せたら風太郎を奪うと宣言しました。